皆さん、こんにちは。アリオーナです。今日は9月の23日で、ちょうど2日前に9月の21日で、ロシアで動員令が発表されたんですね。で、自分は最近はこういう戦争に関する話題をこのチャンネルではですね、少し少なくしておりましたけれども、こちらのテーマについては私は一切触れずにいられないので、ちょっと今日はですね、私なりに解説といいますか、ロシアの現状といいますか、ちょっと皆さんとお話ししたいと思います。そもそもですね、なぜ動員令が必要になったかって言ったら、それはロシアの軍の敗北が原因かなと思います。最近ちょうど報道されたんですけれども、日本のメディアもあったかしら。一部の地域ではロシアがボロ負けをしてしまい、そこで私もニュースを見て、これもしかするとようやくロシアが撤退して敗北が決まって、やっとウクライナが平和になるのかなって実は希望していて、明るいニュースというわけではありませんけれども、少しそこで希望が見えたわけなんですね。もうですね、ロシアによるウクライナ侵攻始まってから半年ぐらい経ちまして、いや、そろそろロシアが負けてくれって思っててニュース見たんですけど、ロシアがこうやって敗北したところで撤退とかするんじゃなくて、自分の敗北を認めるんじゃなくて、やっとウクライナから出ていくんじゃなくて、やっぱりもっと兵士が必要だということで動員令を発表したんですね。でですね、実はですね、ちょうどロシアがウクライナ侵攻を始めたぐらいの頃に、恐ろしい大統領が演説をしたんですけど、その時に大統領がね、これは、特別軍事作戦であり、で、ここで関わってくる、実際にそのウクライナに生かされるのは本当に軍事関係者のみで、一般市民の皆さんには影響ありませんとか、絶対に動員令とかは発表されませんということを、あの人が自分の口で言ってて、まだ残ってるんですね、その時の録画が。それが嘘だったわけで、今回こうやって動員令が発表されたんですけど、そもそも動員って何でしょうっていうところですね。日本ですと軍隊はありませんので、日本はね、戦争しませんということを約束して、それを憲法にも記しているので、そういうことはないんですけど、ロシアはそうはしていなくて、基本的に男性は全員そういう徴兵の義務があるわけなんですね。で、平和であれば戦争に生かされることはありませんが、平和であってもですね、ロシアの若い男の方は1年の徴兵の義務があるので、そういう訓練のようなところですね。なので、そのロシアの男は、1年間国家のために過ごさなければいけないという決まりがあります。おそらくですね、軍隊を持ってる国のほとんどがそうなんですね。はい。で、それ以外の時は特になんか徴兵されることはないんですが、このようにですね、ロシアが恐ろしいことをやってるってなると、もしも徴兵されたら、ロシア人男性は、ちゃんと戦争に行く義務があるわけです。ちなみに、恐ろしい大統領がその動員令を発表したのって9月の21日で、それは実はですね、国際平和の日っていう日であって、なんて言えばいいんでしょうか。もう何とも言えないんですね。ちなみに、9月の26日にもですね、核兵器を放棄しようっていう日がありまして、今ですね、結構多くの人が恐れてるんですね。9月26日になったら今度何があるんでしょうかっていう懸念もあります。そして日本でも報道されているようにですね、今回の動員っていうのは部分的なものではあるんですが、実はですね、どこにも詳しい解説はありません。で、いろんな人の、報告によればですね、本当であれば動員されないはずの年齢の人とか病気持ってる人とかにも、手紙が届いたりしているらしいんですね。で、あくまでも私の私見なんですけど、部分的って言ってるのは、何でしょう。もう国家全体でやるって言っちゃうと、国内のパニックと言いますか、多分反動とかがすごいでしょうから、国としては、大丈夫です、本当に関係者のみとか、そういう軍事関係の経験がある人のみとかって言ってて、私にはですね、あくまでも言い訳にしか見えていなくって、これから特に部分的にとか限定的にじゃなくて、多くの
ロシア人男性が戦場に行かされるんじゃないかなと思います。そもそもね、これ非常に申し上げづらいんですけど、ロシアってね、憲法とか民法とかいろんな法律あるんですけど、それって本当に機能してるかって言ったら答えはノーです。全く機能していなくて、その法律っていうのは国家のためと、あとお金持ちのためである。国家がこうだっていうふうに言ったら国民がもうそれに反対することができないし、憲法にね、いくらロシア民主主義ですとか自由に意見持ってもいいですとか言論の自由がありますとか、そういうことがいくら書かれようとも、国家がそう思ってなければ実際に国民にはそういう権利は保障されません。なので今回も、まあ、いろんな人がね反対してるわけなんですけど、もう国家が決めたことに対しては特に何も言えないのが、まあ、現状なわけなんですね。なので、まあ、部分的とは言ってるんですけど、おそらくですね、もうあんまりそのカテゴリーを問わずいろんな人が戦場に送られてしまうんじゃないかなと思います。そしてもちろんですね、国民にとってはそれが大きなショックで、今も運動が起きてるんですね。で、多くの人が指摘するように、マスノンドっていうのは反戦運動っていうよりもやっぱり反動員運動であるっていうこともあるかと思うんですけど、まあ、そこについてはそうですね、私からどういうふうに説明すればいいかは非常に難しいんですが、これでですね、多くのロシア人はやっぱり戦争というものを身近に感じたんですね。やっぱり今まで、まあ、コロナ禍で思ったかもしれないけど、直接的に自分に関係なかったから、やっぱり一切その話題を無視するって人がまあまあ少なくなかったと思うんですね。それは本当にどうでもいいと思ってるからじゃなくて、やはり自分の生活を守ろうというふうにまず考えてしまうからなんですね。ただ今度はもう自分の生活にも関係するようになったわけなんですね。そこで多くの人がまた改めてデモに出ています。デモとかそういう反戦運動っていうのはもうずっと半年の間に続いてるわけなんですね。ただおそらく今回は今まで一度も参加したことない人もそういう運動に参加していると思います。そしてロシア国内で報道されてるんですけれども、実はそういうデモの参加者の半分以上が女性なんです。もう私も女性としてわかりますよね。例えば自分父親とか自分のまあ何でしょう、恋人とか夫とか自分の息子とかね、もしも、まあ、死ぬところに怒られてしまうという状況になったら、私もデモに出るんだろうなと思います。そして男性は今ですね、まだですね、私が見てるニュースでは出国できないっていうのが報道されてないと思うんですけど、国の外に出れる人ってやっぱり今逃げてしまうんですね。いや、誰一人も戦争なんてしたくないんです。したいと思ってるのは P さんのようなね、トップにいて自分ではきっとあったかいうちで平和に過ごしてるんだろうね。そういう狂ってしまった人が若い人を死に送るんですね。もう何とも言えない気持ちですよね。そして今回このデモとかに対して多くのウクライナ人の方が批判的であるっていう、半年の間は何をしてましたかって、そういう指摘をされるんですけれども、それは私としてはもちろんそのウクライナの方々の気持ちは十分理解しているし、もう激怒してもいいと思います。もうね、きっと怖いしどうにもできないし、ちなみにその動員っていうのはですね、手紙が届くわけなんですね。もうこの日の何時にここに来てくださいみたいな、そういう入隊事務所みたいなところがあって、でそこに行かないといけないんですけれども、まあ、いろんなね、そのニュースとかね、報道見てると、それを届ける人々が例えば郵便局の関係者とか、あとロシアでなぜかですね、そういうなんか集合住宅とか その掃除関係者の方とかがよくそれが任されてしまうらしいんですけど、そういう方々がですね、やっぱり地震だ、そういう方々がですね、やっぱりそれが仕事であろうとも、そんな死ぬような手紙届けたくないんですね。でちょうど今朝見たんですけど、あるそういう掃除関係者の方が、もう届けなければいけないんだけど届けたくないんですね。だから彼女なりにその自分をどう守れるかっていうのを調べて、でその手紙を届けるのをしてたんだけど、その時に手紙を渡すんじゃなくて、本人に、まあ、こういうことすれば
安全かもとか、こういう方法あるよとか、そういうことを知らせて、で、手紙を本人に渡すんじゃなくて、郵便箱に入れて、で、ね、郵便箱に入れたら、もしかするとこれは届かないかもしれないし、もはや私に関係ないんだから、っていうところですね。で、今回の動画で私が何を伝えたいかって言ったら、まあ、ロシア人男性がこうやって動員される。ロシアかわいそうだ、大変だとか、そういうことではないんですね。私がこれを見て恐ろしいなと思ったのが、もうそろそろ終われ終われって思うことが縮小するどころかですね、さらに拡張されるわけなんですね。これからがもっと恐ろしいことがウクライナで起こるんじゃないかと、それが怖くて怖くてしょうがないんですね。別に同情してもらいたいとかということ一切なく、ただ単に私はもうね、ロシアに敗北を、そしてウクライナに早く平和をということをずっと願い続けてるという思いを皆さんにお伝えしたかったんですね。もうこれからが本当に怖くて怖くてしょうがないんですね。そしてね、自分の母国のことをそんなこと言うのも非常に良くないと思うんですが、なんか独裁国家とか、もうね、そういう言葉じゃ足りないなと思っていて、あれはやっぱりもうテロ国家と言っても過言ではないのかなと思います。ウクライナに対してもあんなひどいことして、自分の国民のこともね、もう本当に肉のようにしか考えていなくて、早くロシアが負けてほしいです。そしてウクライナが早く平和になってほしいです。今日はここまでかな。少しでも皆さんにロシアの現状と、あと私の思いが伝われば嬉しいです。本当にこういう動画って言葉選びが非常に難しくてずっと緊張しながら撮っています。では今日はこの辺りまでです。ご視聴ありがとうございました。